現役時代には堀内恒雄からデッドボールを受け、ヘルメットを投げつけてマウンドに迫っていたことがあった。第一次政権を取っていた1995年には一塁のアウトとセーフをめぐって一塁塁審の胸を突き退場になったことがあったり、2度目の監督就任の際には俺は暴走老人だからと自虐を見せることもあった。ファンのヤジに応戦することも日常茶飯事で、監督就任2年目の広島カープとの一戦の後、スタンドのファンからなんで山内を変えたんやとヤジを飛ばされると、そのファンに降りてこいと血相を変えて応戦。このような怒り狂った高木の姿は一種の当時の名物のようなものになっていたが、当の本人は意外と気にしていたようで、高木と交友のあった記者はファンの前だと強気ですが、やじられた翌日なんかは報道陣にまた言われちゃったよと可愛らしげに話をしていますよ。まあ瞬間弱かしきみたいなもので、実際はヤジが答えているんだと思います。72歳と高齢ですし心配ですよ。最近は成績も上がらないし、ヤジにもやり返すシーンも減っていますからね、と話した。